カーシーという、確かね、人形に追いかけられるのかなスクリーンショットを見る限りでは、なんか大きな人形に追っかけられるような、そういうゲーム、フリーホラーゲーム、やっていきます。やっていきます。短編なのかなえー、私はレイ。お、レイちゃん。今日は久々に森の奥に住んでいる祖母に会いに行くために森へ来た。赤ずきんちゃんみたいだね。 でも、道に迷った。森の中で迷った。あるー日、森の中、あ、雨も降ってきた。クマさんが来るから、クマさん。今田さん、いらっしゃい。雷も鳴ってる。この場所にいると危険だ。いきなり古びた館が見える。しかし、運は良かったみたいだ。ひとまず、この屋敷で雨宿りさせてもらおう。ようおおびっくりした。<laughs> びっくりした。えー、この子がレイちゃんか。金髪幼女ですね。 びっくりした。なんか顔がめっちゃ暗いけど、どうしたんだえー、いばらいらっしゃい。えー、ケースケいらっしゃい。すごい病んでる感じの顔をしているが、OK。セーブ。操作方法書いてありますね。親切。待って待って。えー、っと、ダッシュは、あ、このボタンか。OK、OK、帰ります。めっちゃ雷落ちてるな。入っていいのかな入っていいのか。横道とか、ないか。 何もないかああ、いける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 だけだった。<laughs> なんだなんだ、ないのか。なんもなかった。んおお。開いた開いた。さあ、はいらっしい。なになんか血の跡みたいな。ちょ、待って待って待って。俺が知ってるね、某ゲームではね、これを踏んだらね、横から壁がガン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 って迫ってきてね、潰されるからね。大丈夫か大丈夫かあ、よかった。よかった。血だ。血だ。 彼女は僕だいらっしゃい。なんだか気味が悪い。もう帰ろう。<laughs> マジか。これ大丈夫。踏んでも大丈夫。あやめには塗れるけど、もう帰ろう。よいしょよいしよ、帰りまーす。ん閉じ込められたか。いつもの。ん待って。外側から鍵をかけられたように開かない。まあ、女の子だし。んまっ、つってよっ。あ、待ってよか。あ、消えた。消えるんだ。しかも俺は見えたけど、あれだよね。 レイちゃんは見えないよな、今の。行くしかないのか。鍵かかってる。なんだなんだ。待ってよ言う割に歓迎してないの、私を。えー、佐藤氏に、えー、エリウーさんいらっしゃい。今日セーブします。<laughs> 開くたびにドアップで映るから怖いな。チョコパンいらっしゃい。ありがとう、9000人。よかった、初見さんもね、実況動画上げてますんで、YouTube で人探ト検索するか、下にある URL で飛んでくれたら嬉しいな。 1>, 1万人目指してます。水の入った小瓶を手に入れた。いや、最近みんなのかけてね、伸びがいいんですよ、伸びが。はは。クマのぬいぐるみだ。あ、こいつが追いかけてくるのかなんかね、ぬいぐるみっぽいのに追いかけられるような少しを見たぞ、俺は。小瓶、何入れるミーしゃ、いらっしゃい。小瓶に何入れるいきなり鍵ばっか,かかかってるもんな。こ、待って。小瓶。あ、水のいっぱい入った小さな瓶。水入りか。水入りか。 左右対称の作りだな。あ、入れる。ま、待って待って待って。あ、よかった、びっくりした。なんかこのパッタンでなんか閉じ込められた感があって、なんか怖かったんですけどこ、閉じ込められてなかったね。あのパッタン怖いわ。あ、なんか光ってる。ちょっと待ってよ。光ってるの後にしようか。あ、YouTube 見てる。ありがとう。動画と生放送両方見に来てね。桃ももいらっしゃい。暇な時でいいんで。私は本を読むのが大好きだ。でも本よりもっとぬいぐるみが大好きだ。ふんうん。なるほど。 ぬいぐるみかわいいよね。俺もいまだにね、昔おばあちゃんに買ってもらったピカチュウのぬいぐるみ持ってます。うん。おばあちゃんに編んでもらった緑色のなんか、あれ、あの、なんだっけ、石ちゃんが着てるようなやつ。あれ、あの、ベルトがついてて、あの、肩でパッチンするやつ。なんだっけな、あれ。あれ着てます。よく見ると、何か挟まっている。ピアノの鍵盤を手に入れた。あれ、なんて言うんだっけな、マリオがつけてるようなやつ。ヤマピューいらしゃい。あとサスペンダー的なやつをね、昔ね、おばあちゃんに編んでもらってね、 それいまだにピカチュウがね、履いてます。<laughs> 今度写真あげようかな。俺のピカチュウあれだぜ。あ、オーバーオールか。オーバーオール着てるから。俺のピカチュウのぬいぐるみ。うん。緑色のオーバーオール着ててね。冬でもあったかい仕様なんですよ。今度写真でアップしようかな。あ、なんだ。ボタンがある。え、ひないちごとんいらっしゃい。で、これは、おし、うん、うんんんええ なんか血がん、うん。んんんんん待って <laughs> 何。何痛い痛い。耳が痛い。耳が痛いよ。ど,どういうことえ、死んだってことえ、あれは、え、何外れってことなのかあれか血の出たところは押しちゃいけないのかなじゃあ、ここは正解だったってことでいいのかちょ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 いちょ。 びっくりした、びっくりした。いきなりさ、なんかあの、あの、ケンシロウのさ、なんか <laughs>、思わなかった、ちょっと、あの、飛行疲れたヤンキーみたいな音が聞こえたんだけど、キュピーンって、へボスみたいな。そんな感じじゃないのか、今の。聞いといてみんな。ほらほら <laughs>、こんなん流れないっけケンシロウに飛行疲れた人って。ならないか。ヒデブーみたいな。なんか、走るよね、電流が。ピリピリって。それなのか。 えー、でもどうすればいいんだこれ。ヒントあるこれ。だってね、血のついてないところを押せばいいってことじゃないの <laughs> <laughs> 待って、1個目がおかしいのかまず。待って、待って。だい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 。だいだい,だいすごい、モスキートーンの上位版みたいなのがめっちゃ攻めてくるな、俺を。これ、そもそも違うのかこれ。順番。ちょっと待って、こっち、ちょっと待ってね。押す前に戻ろうか。 えちょっと、ちょ、こうこしたらどうなるんだ最初に。なんか知らんが出てきたな。<laughs> ピアノのある部屋の鍵、な、などういうことわ,わからんな。よし、謎は全て解けてない。入ります。まあいいでしょう。鍵取れたもんな。当たりなのかあ待って、当たりなのかこれ。ピアノがある部屋の鍵を。うん。<laughs> まあまあまあ、でもさっきよりね、ちゃんと成果終わったし。うん。 多分大丈夫ななんんでしょうなんかクマがクマを食べている描写何これモノクマが赤いクマに食べられてるね何これ何これ赤いクマあれ何も調べられないこれ何えな何もない何もないんですかこれ何,何も調べられないんモノクマって白黒だったっけドラえもんの声だもんねあへいらっしゃい まあでも、まあ、ピアノの部屋の鍵、これ言っていいのかなほんとに。ちょ、ごめんね。ちょ、もう一回ちょっと別のところ押してみるね。でも、鍵手に入れたらもう多分ないよな、もう。一つの部屋につき一つアイテムあれば十分っすよね。分わかんない。やっぱ、わ、やっぱわかんないや。<laughs> やっぱわかんないや、これ。わか,かんない。よし。さっきのがヒントだったのえ、これヒントなんですか月下いらっしゃい。ん だってね、なんかこれ見たら、これだけ見たらなんか血のついたとこは押しちゃダメよみたいな描写に見えるけど。えー、モノクマは、ああさっきのクマかえー、ライにテリとドリーにクリームいらっしゃい。あのクマかなるほどなるほど。だから、え。でもさっきここを押しても知らなかったよね。ここ以外押したら死ぬってこと。これとこれだけ知るのかな ま、でも、とりあえず、これを押したら、ここに鍵出たもんね。そういうことか、そういうことか。察しがいいな、みんな。いや、俺が察しが悪いのか。一回目はあれかな。ヒントのためにセーフみたいな感じだったのかな。二回目以降はミスったら死ぬよ、みたいな感じだったかもしれん。えー、ミスター卵ありがとう。一個目はあれか。なんかあれだもんね。なだっけ、マインスイーパーだっけ。あれも一回目は絶対に爆発しないもんね。そういう感じかな。マインスイーパー的な。 あれも一回目は絶対に開くじゃん。鍵かかってる。ピアノ、あオッケー。ピアノのある部屋の鍵を使った。アイテムは自動使用。こいつはいいぜ。え、ピアノあるけどちょ。セーブ、ごめんね。セーブばっかりでごめん。これは慎重に行くべきでしょ。んんん大きなピアノの鍵盤が一つ足りない。ピアノの鍵盤を差し込んだ。あ持ってたな、そういえば。えー、 赤石い,いらっしゃい。おすげえ。<laughs> 雑に開いたな。どーんよしよし。何が起きるんじゃい何もないか。あ、おし。手前の部屋から。<noise> え、初見ですいらっしゃい。ありがとう。空名前もありがとうございます。ゆっくりしてってね。初見さんも常連さんもいつもありがとうございます。え、じゃあベッドが先かな。<laughs> 大丈夫か。オッケー。じゃがにマリーいらっしゃい。 いいきますすごく成長の早い花この家にはすごく成長の早い花がある水をちょっとかけただけであら不思議立派な花が咲きましたへえトトロじゃんそれ周りであれじゃない不思議な踊りをするとさらに早くなるんじゃないか大きくなれみたいな水は持ってるがんこれは散った散った葉っぱかなこれは、まあ、多分真ん中のやつに水かけるんでしょうねあまあ行くか 行くか。ミカいらっしゃい。個はできてますよ。ジンって名前になってます。え、しぐれいらっしゃい。小さな花瓶がある。水ぶっかけようぜ。水のあいた小瓶を使った。おー。立派な花が咲いている。花は持ってかなくていい玄関の鍵。あみんなさようならもう玄関だ。よし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 。なんかあれっすね。開けなかったっすね。やったやった。 あっけないあっけないまあ短編ですからねこのゲームはうんまあボリュームもこんぐらいでしょう、うんそんなもんですよ短編ですからねよしうんうんうん外側からかけられた側には開かないえええうんうんうんえどういうことどういうこと玄関の鍵 これ使った上でなのかこれジーザス芝県いらっしゃいえええこ,こっちってことおうえ待ってええ待ってこっちが玄関でこっちも玄関でどういうことだ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 ,ううことだ鏡あわえ玄ん,んこっち玄関なの豆地いらっしゃいえどういうことなの玄関って俺の知ってる玄関と違う玄関って外と家の境目ですよね これ完璧内側じゃね玄関ホールってことなのかマジか。あ、包丁手に入れた。よし、勝てる、これで。ちょっと説明省きすぎでしょう玄関ホールっていう。玄関に、玄関にある部屋の鍵。<laughs> 何そのトンチみたいな。一休さん、一休さんの家か、ここ。ここ一休さん住んでんのか洋風だけど。なんだその、橋、橋を歩くべからずみたいな。なんだその、トンチは。え可愛いい熊だ。中に硬いものが入っている。 あ、包丁持ってる。包丁使った。一休さんかよ、オーナー。うわー、ぐちょぐちょ。錆びた包丁の刃は折れてしまった。脆いですね。うわー、真っ二つっていうかう、上半身ないけど、容赦ねえな。ええー、ぬいぐるみ部屋の鍵を手に入れた。すげえな。桃太郎のじいさん並みに容赦ねえな。いきなり真っ二つだからね。恐ろしいな。中に人がいたらどうするんだよ。どう責任を取るんですかえー、昔は警察がいないから大丈夫なんですか 鍵かかってる。えー、うずきいらっしゃい。なかなかに、あっ、ぬいぐるみの部屋の鍵を使った。オッケーオッケー。昔は何だっけおかっぴきだっけえ、ももいらっしゃい。いやんでばロボコ、くしょうめみたいな。あの銭を投げながら、男だったらみたいな、歌い出すんでしょなんもないな。いいのか。ここら辺はいいのか、別に。いいのほんとにいいの何もないの かけらとかなんかあったりしないまあいっか食堂の鍵手に入れたでもなんかこのジグザグ感やだなでもいまだにあれだね誰にも追いかけられたりしないねスクショ見た限りではなんか追いかけられる系のゲームと俺は思ってたんだけどこれからかなまだまだこれからということなのか序章にすぎないとここかなあ,あ違うか ノエールいらっしゃい。ももいらっしゃい。サクサクだね、今回。今回はあれかな。費用儀、スクショを使うまでもないのかな。うわぁ。人形がめっちゃあるな。朽ちた人形がめっちゃある。首がないクマロンのぬいぐるみだ。うえー、首がないクマのぬいぐるみ。中に何も入ってないのうーん。これもなんかのヒントだったりするのかな。いや、まさかそんな。そんなねぇ。 そんなことがあるわけがない。鍵かかってる。お、OK。食堂の鍵使った。食堂まであるしなぁ。うわぁ、なんかまたぐちゃぐちゃだ。な苔生えてますよ、苔が。すごい、一部に苔がめっちゃ生えてるわ。こういうデザインの机なのかななんか裏返ってる机はあれだな。乗り越えられないな。なんだ裏返ってる机だけ乗り越えられない。 <笑><笑>あれはあれはスクショでこの子を追いかけてたものでは、うん俺あのあのあの風貌どっかで見たこのゲームの紹介のスクリーンショットで見たええええええ目向いてますやんこれうわーやだやだ近づきたくない火がついてるちょ待って待って待ってやばいやばいやばいこれ水汲めないあオッケー水の入ったらおけてんじゃねえおけごとおけごとー <laughs> <laughs> 待って、れいちゃん、水の入ったおけ、OK、えー、抱えながら、あいつから逃げるの今から、今から逃げるのに十分そうすぎないか、ちょっと。おけごとーえー、すごく不気味な、うさぎのぬいぐるみだ。カーシーと書かれた値札がついている。名札だった。これタイトル回収したな。たカーシー、カーシー。あれだよね。 たぶん、10歳かそこらぐらいの女の子に、水のね、たんまり入った桶はなかなかの重労働だよな、これ。え、ちょ、ほんと、ほんと、いいんすかいいんすかもう、動かないんすかお,お主は。お主は動かないタイプの母子なのかな。ちょ、待って待って待って、怖いんだけど。怖いんだけど。えーでも来るんでしょ、絶対うわやだこ。うわ、やだ、これ。やだ、やだ。絶対来るんでしょ、あいつ。 でまだあれでしょ、その時ではないだけなんでしょえー、バラがたくさんある部屋の、バラの中に一つだけ鍵を持っているバラがある。おあ、わかりやすい。あ、だ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 、もう一回見たい。オッケー。真ん中、上から二番目ですね。真ん中。ま、上から三番目。真ん中の。これいいな。バラがたくさんある部屋。まだ見てない部屋かな。鍵かかってるし。こっちは か,かってるあ、そうかちょっと待ってよさっきのさ水の入ったオッケーたっぷりと入ったオッケーあれで火消せるかなうんとだ言われて気づいたし調べる順番逆だったなこれ火消せばいいんじゃないかあオッケー、OK、水の入ったオッケー、OK、を使った待って待って待って取りたくなーいえー、のっかいらっしゃい取り,り,りたくない取りたくないカーシーカーシーの部屋の鍵を手に入れた 大丈夫大丈夫怒ってない怒ってないなんなら返すが、この,この鍵は。ちょっと待って待って待って待て待て待て、大丈夫大丈夫大丈夫これ。大丈夫ああ、よかった。フェイ、いらっしゃい。よかったよかった。で、これで、これであれか。カーシーの部屋のか。まてこっちはこっちがカーシーの部屋こっちがカーシーの部屋かなここカーシーの部屋 カーシーの部屋の鍵使った。カーシーの部屋に入ったら中にいそう。キクラゲいらっしゃい。ワープしたのみたいな。やっぱり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 ブリエ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 ブリやブリエブリいブリエブリ絶対いると思った絶対いると思リたブリエ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  絶対いると思った。座ってるもんだって椅子的なところに。宇じまちゃんにマフいらっしゃい。うわぁ、これすごいくぶきみらうさぎのぬいぐるみだ。カーシーと書か,かれたよ、ね、札がついている。食堂にあったような気がする。待って。うん、うん、うんんえ何この演出。待って。だ。カ <laughs> ーシーいないぬいぐるみがない。ハノンいらっしゃい。 どこかで何かが落ちた音がした。どこかで何かって何え、オバマいらっしゃい。ものすごく早く動いたのかそれとも幽霊的なもんなのかかし。待って、どこかで何かって何どこかで何かって何